あけましておめでとうございます日本語虎の巻はい始まりました日本語虎の巻巻子です虎です2023年1月1日元旦です今年もよろしくお願いしますお願いします。このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています あけままましておおめめでとめでととううごござざいいすす今年どうですか <laughs> 今年どうですかと 1>, 1日にあのさ年末にねはいあのー、だいたい今年1年を振り返ってっていう番組なんかユニュースって絶対やるじゃんでいやまあまああるねよくあるねうんで何が一番話題になったかとかさまあ、今年だとこの間聞いたけどあの何 <laughs> ウクライナの」 戦あと芸能ニュースだと何かっていうのはさあるじゃん今年でしょう今年なんだけど1月2月3月ぐらいに起きたことってもうさ忘れれ去られてるんだよだってさ北京オリンピックのさ話がさ 2>、ね、第,第2位か3位に入ってたけど <laughs> あれ北京オリンピックってさ冬の2月にあったっけあったねで、もう完全に忘れ 去られてしまうっていういか日本のさ、うん、あの新年度学校のあれが4月から始まるかもかもしれないね。まあね、うん、かといって4月のことを覚えてるかどうかって言ったら微妙なんだけどなんか12月夏以降俺が怪我したとか怪我した我しあ自転車でバシャンって、ね、だからそっちの方が覚えたりして例えば123月去年のね うん、それはさもう受験になったからさそうだねあれも同じ年だったかと思うとちょっとびっくりするじゃんでもあれだわちょっとねわかんない俺がなんかさよくある受験のやつでさなんか最近の気になるニュースとかありますかとかあるじゃんうんなんかあれで一個思い出したのがうんそうだそうだあれがあるわ何<え>最近の気になるニュースうん、うん 今今考えたら全然先ないのに何かさどこだっけな何か愛知県のさどっかのさとこで、うん、なんかさ中,中学か高校か忘れたけどなんか呼び出してさガスって刺したええー、何それあったじゃんえっ、ー、弥みか雇みのやつああ中学生がそうあ,ーあったねほら <laughs> あーあれあれ何 2>, 2, 月2月ぐらいだったっけあ忘れたあれ受験の頃友達と LINE してたからそうだそう中学2年生が同じ中学2年生でほんでなんかいじめられてるからかみたいな感じだねうんそれで仕返しみたいな感じで刺したそう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 あったねうんああ<ー>俺ねあれをね面接の時に言ったんだよ<は>あれあれ面接のああそうなんだなんでそんな事件覚えとるかと思った物騒な面,面接であれだもん の時の練習で、それで叩き込んだから。愛知県物騒説、愛知と、えっと、うちらが前住んでた栃木。うん。物騒説。違う。あれ、栃木、この間さ <laughs> 殺人事件、また出てなかった?うん。大体、どこでも出ておるだろ <laughs> 出てるかな?。栃木群馬。なん <laughs> まあまあまあ、そうだけど、栃木群馬あたりってよく出てたりさあ、物騒でない。たまたまじゃ。たまたまかな。愛知県もさあ、愛知県のの逆は。逆はあるよ。さが、絶対に安全説ある。 <laughs> この話はまあちょっとあ,あとでしょ佐,佐賀の話ねまあいいやじゃあ愛知県さある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 じゃないんだけど仏像説、はい、愛知県の子供ちょっと怖い説あることないあるねなんかさほら東大の東大の前でほら今受験シーズンじゃん今から1月2月3月って、うん、中学生も高校生もえその高校2年生が 東大の医学部に入りたたかった目指してたけどもう今の成績じゃいけないって分かって分かってやけになった高校2年生が何で高校2年生でそんなことを決めてしまうのか知らないけどまだ,まだ時間もあるのに。でなんかやけになってその東大のあれでしょ受験生を東大を受ける受験生をその当日に指したんでしょ全く意味がわからないあの 自分で言ってて全く意味が分かんない辻褄の合わないニュースがあったけどねまあね綿岡ニュースで終わるなんで高校2年生が今から受ける高校3年生を指したのかよく分かんない例えば去年落ちた子とか、うん、今年東大を受けれなかった子が指しに来たならまだしも、うんね、それがまた愛知県の高校生っていうねそうねうん愛知県多いよそういうのあとなんかお父さんが 何えー、っと子供をすごい,い,い東海中学っていうすごいいいねあの、うん、まあこの辺でだと1位全国的にもものすごいランクのそう全国的にはね実は60ないのかな、ね、東海中学、うん、マジで意外と中学かってる東海高校全国で60にないんだったらすごいんじゃないいやそうだよあのねまあ <laughs> まあいいやはい で子供をそこに入れたくて <laughs> で東海中学にね中学高校とつながってるんだけど、うん、でその小,小学校6年生の子か,かなこの子とお父さんがだから喧嘩になって勉強しないからってなって、うん、お父さんが息子を刺したんだよ。うんっていう謎の事件が昔あったね。そうなんだというかなんでか年始からこんな気味の悪い <laughs> あの恐ろしいホラーポッドキャストになってんの。 いやわからん <laughs> それをのじゃ,あじゃ,あじゃああの殺人事件の話するからだよあじゃあ雇みの殺人じゃないかい<や>切りつけ事件の話をするからだよ、うん、そう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 違うんだよだから123月に起きる、えー、大きな出来事でも何でもそうだけど忘れ去られがち年の1年の終わりにはっていうのを言いたかっただけなのにすごい物騒な話になったねまあねだってオリンピック忘れたんだよ だってワールドカップが123月,月にあったら絶対忘れてたと思う言っちゃいかんかもしれんけど、うん、北京はマイナーだってでも日本が初の何18個えー、っと記録だったんでしょだ北京オリンピックなんて見てるやつなんて、ね、おらんかったようん受験だったからじゃない、まあ、まあオリンピックそもそも見ないけど冬のさ競技って何,と何をそんなに取ったんだろうね それすらも思い出せんわたいもう12ヶ月もあったら最初の1ヶ月2ヶ月なんて覚えてるわけがない、うん、フェアじゃないよね、うん、あとさ今年1年頑張ったなんかあの芸人とかさそういうのもさなんか12月ぐらいに頑張った人とかかわいそうじゃないまあ、ね、出てこないじゃんランキングにだからなんかいろんなことがフェアじゃないなとちょっと思ってみました 僕はね、もう別の話がしたいんですけど。何の話がしたいのちょっとね、わかんなよ。これは、何割と小さめの話題でかあるんですけど。うん。まあ僕たちはね、住んでるまあ愛知県。またその話でででででではね、うん、まあすごい大きな神社、まあ熱田神宮っていうのがね。名古、うん、屋市にございますけれども。日本三大なんとかじゃなかったそう,あそうだね。熱田神宮、伊勢神宮、明治神宮だっけ。うん。そうね。うん。 位はね、まあ、神社の一個上かなんかしゅんなんだっ,だった気がする、うん、だけどなんだっけなそうもうねじゃあ俺はすべてのこの、うん、この,の愛,知愛,知愛知県民とその他もろもろの国民に問いたい、うん、なぜお前らはそんなに熱田神宮にガン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 押し寄せるんだバカ野郎とでもさ自分も行くんでしょ行く1月の初めに行く 結局押し寄せでもね熱田神宮ね人生で何回かしか行ったことないけど俺も1回しか行ってこない元旦とかさお正月にはまず近づいたことがないじゃあ明治神宮ももうやばいってそんなやばいやばいもうだってあれだよさい銭箱がさ、うん、どれぐらいあるんだろうこの部屋ぐらいあるよの大きさだよこの部屋もうなんかプールみたいになってんだよそうだよ バケモンやんプールワンコースぐらいの何だったら2コースかもしんない2 5ー2ーコースか2 0ーの2コースぐらいになってるかもしんない<え>だだぐらいもう遠くからも投げるので人混みが多すぎて人ですごいくてバカじゃないとんでもないよ明治神宮そうなという質問を投げかけてるのと一緒だよみんななんでそんなでかい神社に行くんだってホントだぜだからお前はもう近所の神社で今年はみんな済ませよう俺は熱田神宮行くじゃん いや、まあ、諦めた諦めたの絶対その方がいいと思うよめんどくせえあのね熱神宮行くぐらいだったら、うん、あの中学の頃の友達と、うん、あ,のあれだその辺の神社に夜なんか行った方が絶対ましと僕は考えたのですよ近くの神社で空いてる神社が一番いい、まあ、だってさうちのわ、うん、が町のさ一番大きい神社ですら 何うちの市民みんなあそこに行くから、うん、正月の三が日,日もう大行列じゃんえ待ってちょっと待ってごめん何え三が日,日ってお正月のこと言うのそうだようざすぎる日本ねえってええ,え三が日,日はえー、っと1月1日2日三日のことうんやっとわかったあああ分かったわかったわかった,かったなるほどねあだからかああ すごい日本語能力の低い人がいたまあいいやほんで三が日熱田神宮行くのいややめとこう絶対やめた方がいいと思うよ近所の神社でうんあの行ってきますクリスマスにイルミネーション見,るに,見に行くようなもんなんだってあのいやそう結局俺らイルミネーション行ってないからねあのダダ込みで友達の子が行ったらしいんだけど彼女と。 もうとんでもなく混んでて、うん、その日のうちに帰れなくて、うん、バスにも乗れなくて、うん、で歩いて何三重の南原の里ってとこで行ったんだけどあそこ行っちゃいかんクリスマスなんかに帰ってこれなくてバス乗れないからね、うん、三重からどっかまで歩いて帰ってきてで夜中の12時過ぎぐらいに「お父さん迎えに来て」って言って。 なんかどっかまで迎えに行かされてっていうとんでもない事態になったらしいよ、うん、まあだか,お父さんだからお父さんお酒飲んだからお母さんがいたみたいだけど、うん、なんかね熱田祭りとか何、まあ、でもあの辺混みそうなところには帰れなくなるから行かない方がいいてかなんでみんなさ行列にさそうそうそう話をクリスマスに戻すけど去年のクリスマス、うん びっくりせんかったあのねあのドミノピザの前にさあの昼間のマクドナルド以上の行列ができてるっていうねひどいねひどかったねあれなんでそんなみんな何ピザを食べたいのわかんな、ね、いコストコのピザとかもすごいあれかな売れてたのかなじゃあ日本のクリスマスおかしくないって言いながら買おかしいねねあの行列すごかったね あれはケーキ屋ケーキ屋のあれじゃないよね絶対ドミノピザだと思うすごい行列だったねドミノピザ過ぎてももうずっと何十台も止まってたじゃん、うん、ずっとずっとコンビニ用の行列なんで本当日本人ってさクリスマスになるとコンビニのチキンかフライドチキンかケーキかあれなんだろうねちょっとねそうそうそう なんかさ、だからお正月ならではのさご飯とかさ、うん、まあよくあるよねまあお雑煮とかおせちとかねそう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 あのねまあ僕ねまあこのまあこの撮影が終わったら買いに行くんですけどあそうなのうん栗きんとん栗きんとんも買いたいし、うん、あの何まあいろいろとおせちの具を買ってきます、ね、今年は今年ってかね最近ねじゃ本当ね、なんかねどうした食べたいんだよね珍しいね 作り食べたいって言ってたもんね、うん、昔苦い苦いって言ってなんかもう嫌がってたのに超うまい,超うまい黒豆はまずおばあちゃん黒豆だけは作ろうかなとか言ってたよいやないない黒豆は作るななんかさおせちから黒豆を排除しようと思うん,、ね、んで黒豆大好き超まずい超うまいあんたそれで超うまいっていう日が来るんだよだ黒豆豆が好きじゃないもんね豆なんか黒くすんなだってバカ黒豆って何の意味があるんかかななんか意味があるんだよ 全部あれ意味があるんだよ。タツクリは出世するんだったかな違う。何んかあれでしょ何んかタツクリってさ、要はさ、あの魚をもともとガーッてガーッて砕いて、その辺の、まあ、何土地にまくと。そうすると、めちゃくちゃいい作物とかになるから。本当にお正月のタツクリちなみに言うと、黒豆は。 元気丈夫健康な生活を願うことおせち料理の黒豆の「豆」という言葉には元気丈夫健康などという意味がありますまた「豆に働く」「豆に働きたくないな」「豆に暮らす」などの語呂合わせから難しからおせち料理には欠かせない一品です、はい、豆に,は豆にあ洗濯いい豆にさ働くのはさなんかすごい一生懸命働かないみたいで働かないといけないみたいであれじゃない?「豆に暮らす」「豆に」ってそういう意味なの でも元気に過ごせるんだったらそれでいいけどお母さんはこの黒豆をいつもスプーンで丼いっぱい食べてる化け物やんでしょですっげえ太るんだよ待ってね田作りのね田ツクリうん意味ですねほら <laughs> タを作ると書く通り田作りはなるほどタを作るねそう,そう稲田の稲田の火をとして使われてたやんほら法年、豊作や 商売繁盛じゃあ五穀豊穣か読めないね本当に漢字、うん、あなたは、ね、カタカナも苦手だからうんうわっえっ、ー、とまたつ作りは「五豆」とも呼ばれていますが言われてないですえっ、ー、とほ豊作への願い,い,いから五万,万の米とかという漢字が当てられることもあります えー、すごい5万の米なんで五万円の米でいいやんじゃあちょっともう母さんは決めたえっとたつり黒豆栗きんとん食べます栗きんとんもすごかったきんとんは金に布団のトンだんだん金の団子もしくは金の布団という意味で金の布団だよさつまいもと栗による綺麗な黄金からう嘘えっとごめんなさい綺麗な黄色から 黄金に見立てられ財産や富金運を得るという縁起物とされています何これ最高じゃん一年の豊かさと勝負運の向上を願い絶対食べるおせち料理の定番となっています絶対食べるいやってうまいやしかもうまいそうあの皆さんあの本当に栗きんとすぐ買いに行こう食べてください<と>おせち料理の中でも特に甘いイメージにある栗きんとんですが手作りすれば甘さを控えることができます作らん作らん買う買う あ僕これがいいです。何伊達巻き。伊達巻きもなんか意味あんねん。何伊達巻きねえじゃん。うまいやん、あれ。いや、なんかさ、パッサパサさない。いや、でもあれは好きな人が好き,、まあ、好きか嫌い。好きな人は好きか嫌いか、ね。卵とか、ねうと。ちょっとね。うん、何伊達巻きとは、うんおわちでちでちでででバカバカバカ。作り方みたいなのが出てきちゃう。見た目の華やかさと書物のような巻物に似ていることから、知恵が増えるということを願う縁起物です。知恵が増えるはい。一本丸々食べた方がいいんじゃない 2> 2キロ食べます鮮やかな色から派手な卵焼きという意味で、うん、派手、おしゃれを意味するだてがついたという説もあります。へ<ー>つまりこれ以上派手になるのいや違う僕と、うん、僕と大工には積極的に食べさせた方がいいこれは、うん、大工はあのそうかもしれないけどあなたはなんかもうすでに派手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 なんだけどいや僕まだ芋臭いあそう。 よしじゃあお正月はこの三が、あのー、日3日間栗きんとんえっと何伊て巻きは派手になるの派手はいいやえっと栗きんとんじゃあて巻き頭よくなるからでも頭もう十分いいからいいわ栗きんとん栗きんとんえっとだ,だって巻きじゃないよもうだって巻きが必要になってきたクリキントンだて栗きんとん タゴ作じゃなくて何タツ作りタツ作りタゴ作って <laughs> クリきんトんタツ作り黒豆を丼ぱ杯3日間食べるめちゃくちゃ太りそういやあの僕もねちょっとこれはね、うん、ういやちょっと待ってこれはちょっとこ今年の抱負になるんですけど、うん、いいですか今年の抱負を言わないポッドキャストにするって言ったのにどうぞいや僕はちょっと個人的にこれ言いたいんですけど何いやめちゃくちゃ怖いよ また言ってる、はい、めちゃくちゃ怖いんですけど、うん、あの今年中に、うん、あ全然違う違う違うじゃあ撮影日のぞいてねあでもな、うん、1月中にってこと 1>,、はい、?1 月中におおっおっ冬休み中にってこと冬休み中にうん耳に風穴を開けますどうぞいや死ぬほど怖いずっと言ってるよねじゃ怖いやん 痛くないってまここ鼻の鼻の下の方がね鼻はやばいちょあ鼻の下というかここの方鼻の方がね痛くないんだって痛えわって思ったけど違う鼻の差でもさここの牛のとこここってさああ触ってもさ感覚なくない逆に冷やしてなくても耳みたいに。 イコールこ,ここでもねここ開けてる人いてここのが痛かったって言うんだけど鼻は本当に痛くないなって耳よりも痛くないなってここは下は下はやばい終わるそりゃそうでしょだから鼻とか目,目とかもやばいらしいそりゃそうだよね痛いよねのピアスでここやってる人いるよ鼻でもさもう顔の表面はいいわもう邪魔くさいもんやっぱ耳でしょ耳でしょやっぱねっ耳はかっこいいんだよマジあのねそう大いった時にすげえかっこいい人見たからそっか はい、勇気を持ってあげてください、はい、あの勇気をもらえるような応援コメント是非お願いしますはいそれではいいですかはい今年も1年頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いしますお願いしますはいこのスクリプトもいつも通り YouTube 最初からまず you YouTube ポッドキャストじゃないウェブサイトの方から見ることができます、はい、それから YouTube の方も順次アップしていきますのでよろしくお願いしますそれからえっ、ー、と私たちが顔を出して喋っている動画の方はパトロンでのみ視聴可能ですのでぜひぜひペイトリオンの方にも、えー、パトロンになってくださいよろしくお願いします チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたしますはい、神まくりのエンディングでしたけどこれでね,ねあの新年一発目、<laughs> 最悪のあれだよどうしげですね、これは今年も一年、よろしくお願いしますよろしくお願いしますではまた、次回も聞いてくださいねさようならさよなら